オルレアン、フランス中部に位置する都市で、サントルイコールバルドロワール地域圏の主婦、ロワレ県の県庁所在地である、パリの約130キロメートル南西に位置する、ジョルジュ・サンクハシとオルレアン大聖堂オルレアンは、東から西へ流れるロワール川が北方へ屈曲した地にある。オルレアンは、シュリー・イシュル・ロワールとシャロン・シュル・ロワールの間に広がる、ユネスコ世界遺産に2000年に登録された、 ロワール渓谷に属する。北方にはオルレアンの森があり、南はソローニュ地方となる。オルレアンでは5本の橋が川に架かっている。ロワール川の南は小さな丘であり、125メートル地点は郊外のコミューンであるフルーリー・レゾーブレの境界であるラクロワ・フルーリーがある。反対に川の北はおよそ海抜95メートルの緩やかな窪地となっている。 1960年代終わりに、オルレアンの南1 2トルに、オルレアンライコールスルス地区が創設された。この地区は、バルドルレアンとロアレ川によって、オルレアン市から離された。この地区の標高はおよそ1 0 0ルから1 1 0ルである。オルレアンは、自動車道が交差する地点である。パリーボルドー間をつなぐ、A10 が、市郊外と接し、A71 が、 地境界の外側から始まり、クレルモンフェランを経由して、地中海へ向かう。オルレアンで、ロワール砂岩を望むオルレアンでは、ロワール川は浸水した堤防、ドゥイにへがてられて、南のプチロワールへ、もはや航行できない。この堤防は、以前ロワール川が航行できる状態のままだった頃に、建設された広範囲な構成の一部である。ロワール川は、昔、 重要な航行及び通称路だったが、今は大型船がおよそ何との河口までを航行するだけである。川に浮かぶボートは伝統的に平底のもので大きいが折りたたみできる方を持ち、川岸から吹く風を受けて動いた。しかしそのボートは橋の下を通過することが許されるのみである。今もロワイヤル橋近くで観光客用に見られる。川の不規則な流れは、 交通を強力に制限した外輪船が市役所によって所有され2007年8月にお目見えしたこの2年間ロアールフェスティバルはオルレアン市を担った川の役割を思い起こさせてくれる市中心部近くの川北岸において合流するオルレアン運河はモンタル寺で再び川と合流する運河はもはやその全体は使用されていないオルレアンでの運河は川に対して平行で 壁が低い石垣によって川と隔てられている。残った雲河家は1960年代に屋外プールに変えられ埋め立てられた。2007年に再度、ロアール祭りのために雲河家が復活し、プレジャーボートが備え付けられている。ケナブムはガリアの要塞でドルイド像が毎年集会を開くカルネテス族の主要な町の一つであった。紀元前52年。 ユリウス・カイサルによって、街は征服、破壊され、ローマ帝国の下で再建された。ローマ皇帝アウレリアヌスはこの街を再建し、アウレリアヌムすなわちアウレリアヌスの都市往来をネーム、英語では、シティ・オブ・レリアンと名付けた。これが変化して、オルレアンとなった。408年、アラン人がバンダル族と共にロワール川を越えた。五十一年、アッティラがガリアを侵略したとき、 続調ゴールに従っていたアラン人の一団は三義番の指揮の元アエティウスの率いるローマ軍に味方してカタラウヌムの戦いでアッキラを打ち破ったアラン人たちはオルレアンやロワー,ール流域に定着したが野蛮であり地元住民らに恨みを買った現在も市内100カ所にアラン人の存在を証明する地名が存在するアラヌ、アランビルなどであるメロビング町時代 氏は、クロビス一世の王国分割に伴って生まれた、オルレアン王国の首都であった。カペー朝の元では、王家の専有財産として、オルレアン博、ついで、オルレアン公領の首都となった。バロア家の分子である、バロアオルレアン家からは、ルイ十二世、ついでフランスワ一世が、フランス王位を継承している。ランスで性別を行うのが常であったフランス君主が、オルレアンで性別を行った。 稀な例がある。1108年、ルイ6世は、オルレアン大聖堂で、サンス大司教ダンベールによって、性別を受けた。1428年9月のオルレアン。オルレアン包囲戦の最中であるオルレアンは常に、ロワール流域の戦略的要所であった。川が最も北側に曲がる地点で、パリに近接していたからである。ロワール川は、危険な川であり、橋は、わずかしかなかった。 その一つがあったため、オルレアンは、パリ、ルーアンと共に中世フランスで最も豊かな都市となった。南岸にある、トゥーレル要塞は、敵が橋に近づくのを防いでいた。この場所は、1429年5月8日に、オルレアン包囲戦の際、王家の将軍、ジャンド・デュノワとフロラン・イリエールの助けを得て、ジャンヌ・ダルクがオルレアンに入り、この街を解放した場所である。オルレアン市民は、 ジャンヌ・ダルクをオルレアンの乙女と呼び、市内に中程度の家を提供した。市民はジャンヌが捕らえられた時には身の白金を寄付している。オルレアン市民は今日までジャンヌ・ダルクに対し誠意と謝意を持ち続けている。百年戦争が終わると、オルレアンはかつての繁栄を取り戻した。商人が市を出入りすることから、橋は市に使用料と税金をもたらした。ルイ11世は、 オルレアン周辺地域の農業を活性化し、ピティビエでサフラン栽培を軌道に乗せて、オルレアンの繁栄に多大な貢献をした。後のルネサンス時代、ロワール渓谷沿いを旅する裕福な大邸宅主のために流行の先端を育くとなったことで利益を得た。オルレアン大学も死の地位を高めるのに貢献した。法学が専門であり、ヨーロッパ諸国中でも高く評価されていた。 ジャン・カルバンは、オルレアン大学で教育を受け、大学に便宜を図ってもらっていた。イングランド王ヘンリー・パッセイは、返礼として大学に、奨学金資金を申し出た。また、多くのプロテスタントらがオルレアンに身を潜めていた。筆明モリエールで有名なジャンバティスト・ポケランも、オルレアン大学で法学を学んだが、大学規則に半紙カーニバルに参加したために、放逐された。 1560年12月13日から1561年1月31日にかけ、オルレアンで三部会が開かれた。これは、当時のフランス王フランソワ2世が、オルレアンのオテルグロスロで1560年12月5日に死んだためで、当時そばには王妃メアリン・スチュワートがいた。フランソワ2世が皇居したオテルグロスロオルレアン大聖堂は、数回再建されている。 現在の建物は、アンリ4世が最初の石を据えたもので、19世紀に完成した、ゴシック様式とネオゴシック様式の混合であり、フランスで最後に建てられた大聖堂の一つである。フランスが北アメリカを植民地化した時代、征服した領土は広大で、ミシシッピ川流域全体、カナダとの国境地帯にあったその源流から川口までを含んでいた。中心地は、 ルイ15世の摂生であったオルレアン公フィリップ2世に、ちなみ、ラ・ヌーベル・オルレアンと名付けられた。ヌーベル・オルレアンには、北東からのイギリス軍の脅威に対抗し、8000人のフランス人とケージャン人が移住した。代々のオルレアン公は、王の兄弟やいとこであり、宮廷で養殖に就いたため、領地へ出向くことは難しく、諸領内の都市を訪問することは稀であった。公式には、 オルレアン号の居城はブロワ城であった。オルレアン公国はアルパジョン、シャルトル、バンドーム、ブロワ、ビエルゾン、モンタルジなどを含み、フランスの諸公国の中でも最大のものであった。公爵の法廷推定相続人はシャルトル公の称号を名乗った。偉大な諸家からの相続と結婚による同盟により、オルレアン号は資産を蓄積していった。フランス革命で処刑されたオルレアン号。 ルイ・フィリップ2世は、当時世界一の富豪とされたこともあった。彼の着難で、後の7月王政で、フランス王となったルイ・フィリップは、パンティエーブル・クゲ出身の母、ルイーズ・マリー・パンティエーブルの資産と、断絶したコンデ・クゲの資産とを相続した。1852年、パリ・オルレアン鉄道会社ができ、有名なオルセイ駅がパリにできた。1870年の不仏戦争では、 その地理条件のために再度戦略の要所となり、10月13日から、プロイセン軍がオルレアンを占領した。ロワール軍が将軍、ルイドルルド・パラディヌのもと結成され、オルレアンから遠くないボース地方を本拠地とした。プロイセン軍のオルレアン入場第二次世界大戦中、ナチスは、オルレアン・フルーリー・レオブレキを自分たちの物流運搬場のハブ駅とした。ジョルジュ・ブイ京は、 トゥーレル橋に改名された。抑留者のための運送キャンプが近くの村ボーヌ・ラ・ロランドに建てられた。解放に向け、アメリカ空軍はオルレアン市街と鉄道駅に激しい空爆を行い、甚大な被害を与えた。市は戦後最初に再建された都市の一つとなった。再建計画と都市改良はジャン・ケリゼル、ジャン・ロイエルによって着手され、1943年に、 案が採用され1945年には工事が始まった。かつては大都市であったが、現在は25万人の住民を持つ平均的な都市である。1時間かからずにフランスの首都へ行けるという戦略上の重要性は輸送コストを減らすという形でビジネスを引きつけている。マルトロは広場2017年時点のコミューン。の人口は116,685人で2012年。 当時の人口より2.1%増加した参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降、INSEE 情報産業、電気産業、計測、制約、 物流、ロジスティック、化粧品製造などの業種が盛ん。化粧品製造では、オルレアン近郊のコスメティックバレーに、ロレアルのほか、2013年11月に、パルファン・クリスチャン・ディオール、ゲラン、パルファン・ジバンシー、フレッシュなど、LVMH グループの中核製造拠点、エリオス研究開発センターが設けられた。1992年からは、 日本の資生堂が進出するなど同業各社が、香水工場などの製造拠点を設けている、ジャンヌ・ダルク通りとオルレアン大聖堂もな、出身者詳細は、カテゴリー、オルレアン出身の人物を、参照ゆかりある人物オルレアンのパノラマ、ありがとうございます。